オリバー・レギナルド、田んぼ南アフリカ共和国の政治家、アフリカ民族会議議長を務めた、1917年10月27日に、現在の東 KF 州で生まれた、1940年、ネルソン・マンデラを含む他の何名かを加え、学生ストライキに参加したため、マンデラらと共にフォートヘア大学から追放される、1943年に田んぼは、 数学と科学を教えるために以前通ったヨハネスブルグの高校に戻った。田んぼはネルソン・マンデラ、ウォルターシスルと共に1943年の ANC のユースリーグの創立会員であり最初の初期となる。その後、1948年執行役の一員となった。1952年8月にヨハネスブルグにてネルソン・マンデラと弁護士事務所を開設した。 ユースリーグは反アパルトヘイト運動の作戦変更を提案した。以前に ANC は嘆願書の提出とデモような行為によって運動を進めようとした。しかし、ユースリーグはこれらの行為がグループの目的を達成するには不十分と感じ、彼ら自身の行動プログラムを提案した。このプログラムはボイコット、市民的不服従、ストライキ、または非協同のような行動を謳っている。 ウォルターシスルが南アフリカ政府の共産主義活動の抑制によって禁圧された後、タンボは ANC の総長になる。1958年に ANC の副総長に就任するが政府により5年間禁圧される。それに応える形でタンボは反アバルトヘイト運動に動員するため、ANC によってザンビアへ送られることとなり亡命した。1967年。 アルバートルツーリの死去によって、総長代行に選出された。1985年に再選出され、ANC の総長となる。1989年、タンボは、脳卒中で衰弱していたが、反アバルトヘイト運動の象徴として、海外と南アフリカでの活動は継続された。タンボはザンビアでの亡命から30年以上経過した、後に1991年に、 南アフリカに帰国して同じ年の7月の ANC の議長に選ばれた。しかしながらタンボは1993年4月24日に脳卒中の再発による合併症のために死去した。2005年終わりに ANC の政治家たちがヨハネスブルク国際空港の名前を OR タンボ国際空港へ変更する計画を発表した。賛否がいろ,いろあったが、 提案は受け入れられ2006年10月27日に式典が行われ名称変更が行われた。ありがとうございます。